まあ、僕の方で代行してですね、作成するっていうのをやってますので、アドセンスの審査、合格率どんなものなんでしょうかと、ブログ村、あと土日のアドセンス審査やってないんでしょうかとかですね、あとアドセンス審査の閲覧数とかですね、それが条件なのかといろいろあるんですけども、合格率っていうのを知ったところでどうしようもないですよね。もうあなたがもし絶対にアドセンスを通らなければいけないと、通る必要がある、収益化のために通る必要があるとなったら、もう合格率関係なく受かるまでやるってことなんですけども、僕はですね、これがアドセンスの審査がですね、ブラックボックスである以上ですね、無駄な労力かけてもどうなのかなというふうに思います。まあ、1、2回トライして、例えば3回トライしてやめるって決めてるのはいいんですけど、諦めてると決めるならいいんですけども、そうじゃなくエンドレスでやるのは無駄だなと。それだったらですね、僕もご紹介できるんですけども、アドセンスと同じくらいの収益が入る、広告会社を紹介、僕はコンサルティングさんにはしてます。で、これだとそもそも審査がいらないので、あとは